今日もあなたと待ち合わせ、マッチです。出雲大社埼玉分院にやってまいりました。ここは埼玉県朝霞市にあります。友人が教えてくれて一緒に行こうということになり行ってまいりました。2020年に建て替えられたようでとっても綺麗でした。出雲大社教は大国主の狼大黒様がお静まりになる出雲大社を宗師として全国に大黒様のご神徳を布教しているそうです。出雲大社埼玉分院について少しお話をします。全長約5メートルの大しめ縄がひときわ目立ちますね。出雲大社埼玉分院は荒船神社として創建し、昭和58年には宗師出雲大社よりご分霊をいただいたそうで、埼玉県唯一の出雲大社として大黒様をお祭りしておられたそうです。鳥居の横には身代わり大国主の狼がおりました。そして分院の横には猿田彦狼も祀られておりました。御朱印が出来上がるまで待合室にいたら見つけました。大社の祝い凧、出雲大社に深く関わりのある祝い凧だそうです。ひときわ目立っておりました。古代御本殿の礎も置いてありました。そして私がゲットした御朱印はこちら。いくつか種類があったのですが、御朱印帳に直接書いてくださるというのでこちらを選びました。御朱印を書き終えると一緒に生姜糖もいただきました。島根県まで行くつもりでいましたけど、埼玉県に分院があって本当に良かったです。出雲大社は行きたい神社のうちの一つだったので、また一つ願いが叶いました。ご視聴ありがとうございます。マッチチューブチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。グッドボタンと高評価もぜひお願いしますね。 YouTube 登録者数1000人目指して頑張ってます。皆様ご協力お願いいたします。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いいたします。そして Twitter もフォローしてね。またねー。